ドジャース大谷翔平30の40から40記念球をキャッチした幸運な男性が瞬間の状況を語った大谷は23日日本時間24日のレーズ戦で40盗塁を決めて王手をかけ迎えた9回西満塁から劇的なサヨナラのグランドスラムで偉業を達成打球は一度観客に当たってグラウンドに落ちたがレーズ外野手の尻は40の40とも知らずに再びスタンドに投げ入れた 動画、漫画家よ、大谷翔平の40から40達成満塁 HR、そのボールをめぐって狂乱の争奪戦が繰り広げられ、トロイ・ブエンテオさんがキャッチした。米メディアクトラ5に出演したブエンテオさんは、人々がどのように積み重なったいたかはわからない。ただ狂乱していた、私の足と息子の足の間にボールがあるのを感じ、私は手を伸ばしてできるだけ強く掴んだと修羅場を伝えている。 その後にスタッフが認証を受けるように尋ねてきたが、ブエンテスさんはボールの使い道を決めていないという。